演舞開演。どうも、本日自分はこちらにあるナチュラルベーカリーハルクというお店にやってまいりました。以前その前にあるイベントにおいて、あ、その前イベントの動画撮影できなかったんですけど、このパン屋さんが出店されていたんですけど、会場であんまり買えなかったんですよ。なのでちょっと食べてみたくなって来てみました。というわけで入っていきたいと思います。いろいろ、わー、いろんなパンがありました。で、もう一つのパンがまずこちらのほうれん草生地が入ったパンから食べていただきたいと思います。うわ、ふわふわしてますね、感触。中身はこんな感じです。では、何、じゃがいもみたいなのが入ってます。いただきます。やっぱり最初は野菜ですよね。続きましてはこちら、唐揚げが乗っているパンっていうのも結構珍しい気がしますね。さらにポテトまで揚げ物祭り。唐揚げって結構珍しいかも。リンゴが2色になっていますね。では、2色のリンゴがいい味出してます。続いてはこちらのパンです。結構ずっしりしてるんですよね。何が入っているのかな、ちょっと他とは印象が違いますが、おお、あんパンじゃなくだけじゃなく牛皮まで入ってますね。大福みたいです。いただきます。ずっしり重量感、そして服が来そう。続きましてはこちらのかわいいパン。わわ、でもちょっと上が怖いかも。中身はおっとチョコクリームですね。かわいそうな気もしますけど、いただきます。かわいいからちょっと残酷だったかな。続いてはこちら、何でもチョコバナナをイメージしているそうです。お祭りの風物詩がパンになると、おー、黄色いですね。では、いただきます。なんだかお祭りに来たみたいだ。では、おー、中にちゃんと待ちますね。では、いただきます。七つの中で本日の一番はあれだ。最初のほうれん草のパンはほうれん草の風味がしっかり中から効いてきましたね。続いての唐揚げとポテトはそれぞれの食感もうまく、パンとふわりとした食感とマッチしていましたし、ケチャップも美味しかったです。さらに、あの次に食べたのはリンゴパンは2色のリンゴが綺麗で甘酸っぱく、そして4つ目の大福パン、あれが一番のおすすめですね。ずっしりと重量感があって、あんこもさっぱりとした甘さでとても美味しかったです。お餅が入っているのは違いますね。山崎にああいうパンありましたけど、あれともまた違うんですよね。そして可愛いハリネズミパンは、ハリの部分がちょっと食べ応えがあって、ただ食べるのとは違った印象がありました。そして、さらに、チョコバナナパンはバナナの甘さがしっかりクリームに染み込んでいましたし、最後食べたクロワッサンはサクッとした音が良かったですね。抹茶もしっかり存在感がありました。このパン屋さんとってもおしゃれですね。他のメニューも食べてみたいと思いました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。